はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はメタルギアソリッド5行ってみたいと思います。はい、帰ってきましたね、自分のホームに。前回はなんかミッション10だったかな。お帰りなさい。はいはい、はい、あ、ただいまだね。お帰りに対してお帰りっていうのはおかしいです。シャワーをしよう、まず。うー、気持ちいい。大綺麗になった、心身がリフレッシュ。お願いします。わかった、お前を勝手にしてやるわ。お前もだ。ひどい、部下に対してこんな仕打ちをするひどい上司です。よし行こう、早速ね、ミッションの方を進めていきたいと思います。はい、ランニングゾーン入ってね。あれ何、あ、イベント始まった。 DD、wait。 お、DD、 あ、あのちっちゃい子犬のことね。でっかっ。あとはあんたしで、でかいよ。え、あんなに大きくなったの。ノー、あんな小さかったのに。まさか、余裕だった。前はね、あんな小さかったが、お前は名前な、ポチにつけられないんだわ。連れて行ってやってくれ。連れて行けばいいのか。え、じゃああの馬のポチ連れていけないってこと？どうするんだろう。よし、じゃあ行ってこよう。あいつしかし裸だったよな。あれ裸か？あ、服着てるよね。よっしゃ、一瞬裸かと思ったわ。あのオセロ変態かな。さあ、賢そうな犬に成長しましたね。まあ昔から賢そうな顔はしてましたね。さあ、いよいよ犬を連れて出発。 D ドッグの装備開発可能になりました。よーし、早速ね、このミッションね、このワンちゃんと一緒に行きたいと思います。でもね、ポチはもう使えないしな、馬の名前がポチにしてしまってるんで。うん、前ね、実際この DD の名前を変えた方がいいって言われたんで、説明しておこう。 D ドッグはその鼻で周囲の敵や捕虜を感知、マークすることができる。うん、敵拠点への潜入に役立つ。便利だね。また地雷と薬効植物の匂いも覚えさせてある。すごい。D ドッグが知らせたらマップを確認して。すごいな、地雷の匂いとかも分かるの。優秀だね。お前の名前はな、タマだからな。よし、行こうか。さ、早速行きましょう。どれだどれだ。ちょっと久々なんでね。エメリヒは軟禁状態で、あんたのためのウォーカーギア開発および研究開発班のサポートを行っている。妙な気を起こさないよう監視は続けておく。はい、お願いしますね。さあ、では行ってみましょう。メインミッション、あ、はいはい、本日の報酬ね、受け取っとこうね。なんかいっぱいもらえてる、公式からの。公式からもこんな風にもらえるんですね。よし、とりあえず行ってみようかな。メインミッション行きましょう。この静かなる暗殺者、こちらの方行ってみます。はい、じゃあ DD と一緒に行こうかな。今回はね、お前と一緒に行こう。装備品はこれでいいかな。このまま行こうか。よし、明るい時間がいいからね、今回は。行ってみましょう。多分11って前、あのスナイパーで損益された、クワイエットでいいのかな、あのスナイパーがこちらを狙ってるミッションじゃないかなと思います。あれとね、ついにやり合う時が来たと。頑張ります。はい、ちょっとね、装備の方をね、あのスナイパーライフル持ってくの忘れたんで、ちょっと変えます。さすがにね、クワイエットって確かあのスナイパーのミッションだったはずなんで、途中でね、何度か今までに別のミッションやってる時にいきなり始まったりして襲われたやつなんで、あ、そっか、スナイパーライフルって持ってないのかな。これはちょっとまずいね。ちょっと待ってね。武器を作ろうか。開発しよう。スナイパーないとね、やっぱりちょっと勝てる気がしないわ。せめて同じ武器でね、戦いたい。どれだどれだ。これじゃないね。どれだ？シールじゃなくてミサイルでもなくて、マシンガン、スナイパーライフル。あった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 。これかな。
これ使うか？どっちがいいんだろう。高い方が強いのかな。そんなことはないか。あ、これでいこう。多分威力的にもこれがいいかな。貫通力。わあ、移動時の安定性アップ、うん、こっちかな。あ、これにしよう。こいつを作って、よし、こいつを持ってこう。スナイパー相手だしね、きっと。よし、じゃあこれでいこう。はい、それではね、行ってみたいと思います。11番。さあ、武器の方はこれでいいかな。はい、6時から。さあ、行きます。さあ、クワイエットってね、よく別のミッションやってる時にいきなりね、スナイパーで撃たれたりしてひどい目にあったんですよ。なんでね、必ず仕留めてやりたいと思います。静かなる暗殺者。大丈夫か、ボス。ああ、そっか。前撃たれたところの、ここからスタートになるんだね。クワイエットか。静かなる狙撃手。クワイエット、どこにいる？なんかどっか、ん？行った。ちょっと待って。見えた。場所は分かった。動いた瞬間かよ。あいつ。怖えよ、あのスナイパー。めっちゃこっち狙ってる。痛い。ちょっと、嘘でしょ。ちょっと、待って。撃つのやめて。あー、危ねえ。死ぬわ。とんでもないやつだな。しかも女の人？歌ってるし。怖っ。歌いながらこっちを撃つ。死ぬぞ。隠れろ。助けて。あんたの頭を狙っている。勘弁して。ああ、レーザーサイトが。うわ、怖い。助けて。どこの戦争ゲームだよ、これは。恐ろしいな。ああ、やばい。よっしゃ、危ない。かわして。そう、こういう四角を使えば多分当たらない。これは車線上にね、こううまく建物を利用しながら避ける。そして、やつは、まあ、距離を詰めて戦いたい。あ、そんなんでスナイパーライフルを使うようなやつはやっぱり近近戦は、うわぁ、まずないのか、あれ。ちょ、待って、回復するまで。危険。死ぬ。DD、ちょっとお前、ちょっともうちょっと静かにしてできないのか。いいで。待て。そこで待ってろ。おい、もう場所が分かってんだからな。何この、クール。おっ、ダメ。まだ狙ってる。怖っ。さて、じゃあ僕の大事なグレネードをお見舞いしてやろう。この辺か？ほらよ。ざまあ見やがれ。どうだクワイエット、痛いだろう。走ってった。どこ行く気だ。敵スナイパーが姿を消した。マークを外されてはどこに潜んでいるか分からん。いや、思いっきり見た。思いっきり見た。あー、場所が分かってるからね、なおさら。ちょっとワンちゃんまたなの。おいで。待て。さあ、どうしようかな。クワイエット相手に、待ち伏せってか足止めなんかできることちょっと考えられないしな。どうしよう。マガジンとか効果あんのかな。よしよしよし、オッケー。うわ、バレてる。マガジンに反応してて。効くのかな。
丸見えだ。頭を打たせてもらう。くらえ。どうだ、結構効いたろ。どこ行った。うそ、うそ、うわ、くれねえ。え、どこ行ったあいつ。あ、なに、なんで後ろにいるの。え、そっからこっちにいる。うわーお、マジかよ。狙ってる狙ってる、こっちをめっちゃ狙ってる。怖え、マジでとんでもない女だな。あれほどのスナイパーがレーザーサイトだと、次は殺すとでも言いたいのか。シャレになんない、シャレになんない。どうしよう、こっちもスナイパーで一発ぶち当ててやりたいんだけどね。お互い狙ってみる。雪闇の方がスナイパーの腕は上のようだな。もらった。は、 DD、 ちょっと DD、 お前なんで俺の前目の前に今邪魔をした。おい DD、 お前今絶対撃つっていうか、お前邪魔したろ。ダメだよ DD、 なんで俺の邪魔をした今。うわ、ちょっと撃つ場所が、撃ってくってる場所が分かんない。待って、よくよく見るんだ。あそこか、分かった。やっぱ DD なんであんな風に動いたんだろうね。基本来るなという風にしてるんだけどね。どうするどうする。よっ、これでいいだろう。よし、これであっちを撃つはずだ。バレてる、バレてるね。お前のせいじゃないだろうな DD。 ちょっと DD やめて、ちょっと待ってて、その場で動かないでくれ。結構指示してるんですけどね。ここで当たるか。よし、もらった。加えて、やっぱ女の人だ。え、なんで当たったのにダメージあんな少ねえの。なんで今 DD、 なんでお前移動してんだ。待っててくれってよ。絶対来るなよ。待て、あ、待て待て待て、なんかあいつ回復してる。ダメだよ、そんな回復は許さねえ。あいつ水浴びするのか。そう、びっくりしたぜ、まさか女の人だったなんて。そう、スナイパーライフルで覗きをしてしまうとこだったわ。危ない危ない、そんなことをしてね、雪闇をね惑わそうだなんて。待てよ DD、 お前本当に俺の味方なんだろうな。いきなり信頼度が下がったからな、撃ってしまったし。あれ、どこ行った。いないね。え、どこ行ったんだろう。
パンチ。危ねえ。いいだろう、スナイパー合戦と行こうじゃないか。よし、倒した。やったか。それにしてもあの能力、やはりクワイエットはスカルズの一員だ。ボス、近づいてとどめをさせ。やつはサイファーだ。ボス、クワイエットは貴重な情報源だ。殺す必要はない。よく考えてくれ。あんたが決めるんだ。そうだな、でも女の人みたいだしな。なんとかね、ゲットしておきたいところ。だが、受け身を言うとおかしな風に聞こえるらしいからね、ちょっと気をつけないとね。どこ行った、どこ行った、バイエットさん。あれ、どこにいるんだ。リリえ、なぜちょっと待って、俺確かあそこで倒したよね、どこ、あの辺で。なんでここに移動してんの。 DD、 お前連れてきたの。どういうことだ。待って、確かに女の人だ。あ、イベントが始まった。女スナイパー、クワイエット、サイファーがよこした殺し屋か。わあ、そんな殺すなんてもったい、いや、なんにもなりません。ボス、とどめをさせ。いや、綺麗、美人ですね。そいつはスカルズの同類だ。早く殺せ。ちょっと待て、殺すには惜しい。連れて帰ってくれ、ボス。うわー、ちょっとどうすればいいの。あ、ちょっと、え、なんか構えてるけどどうすればいいんだろう。あ、よかったよかった、撃たなくていいよね、別に。そうだ、殺すには惜しい。あ、待った待った待った、そんなことをしてはいけない。美人は生きる価値は十分あるぞ。ペイントしてんのかな。あれ、消えた。びっくりした、今セクハラするのかと思ったわ。さあ連れて帰ろう。さあクワイエットを、ゲットだぜ。ボス、連れて帰る気じゃないだろうな。連れて帰るに決まってるだろう。そいつはサイファーだ。あの能力も何なのか。マザーベースには受け入れない。なんてこと言うんだ。よくやったボス、生き取りにするわ。やったぜ。連れ帰ってくれ、そいつが何なのか知りたい。ほう、危険だ。いや、そんなこと言うんじゃない。絶対言えない言ってる。決めるのはボスだ。回収用のヘリを送る。今まであんたの指示にはできる限り従ってきた。だがそいつはボス、連れ帰っても殺すだけだ。いや、連れて帰ろう。連れて帰るんだ。やったぜ、クワイエットゲットだぜ。どう、なんか役に立つと思うか。はい、まずはね、目の保養になるからね、連れ帰りましょう。ミラー分かってない、目の保養というのが大事ということ。余生とか言ってる、もしかしてミラーとの仲悪くなったかな。いや、やつは分かってくれるはずだ。クワイエットが美人だった、連れて帰るには十分、理由は十分だ。ミラー、オセロットはよく分かってる。よし、2回目ね、嬉しさのあまり、こう銃乱射することになった。ねー、やったぜ、ゲットしたぜ。やったー、なんかこう、美人なスナイパーなんてね、ちょっと燃えますね。嬉しいです。はい。じゃあ離脱しよう。いやー、苦労したけどね、ひどい目にあった。途中何発撃たれて、もうクワイエットが男だったら、もう処刑してたらどこだわ。手錠もかけられて、なんか変な趣味があるように思われそうだな。大丈夫か、なんてカメラワークおかしいよ。ああ、ちゃんと寝させてあげるんだね、台の上に。さあ、はい、これでもかけて、はい、ひどい格好っていうか、まあすごい格好してるからね、うん、ちゃんとかけとこう。ね、ゆうきゃみは紳士ですからね、ちゃんとかけていきましょう。どうした、え、何、バカな、外した。
ね。いない。釣り糸を切られたが、惜しい獲物だった。どうせ受け入れるつもりはない。ミラーは話がある。マザーベースに戻れ。ミラー怒ってる。なんてこった。結核ゲットした。クワイエットが、どっか行っちゃった。そんなバカな。あ、でもまあ、まあ、うまくやれたんじゃないかな。うん。よし。S ランク。と思ったら、よくよく考えたら、多分ストーリーあると思うんだよね、まだこの後。ちょっと念のため、スタートします。ね、いつもここで切ってしまうから、多分、ストーリーがね、次起動した時にいきなり始まっちゃうんだよ、多分。さまってね、話がね、ちょっと、ちゃんと話の部分、ストーリーが進んだのを見てからにします、終わるのは。いやー、クワイエット本当に惜しかったなー。もうちょっとでねー、あんな美人が自分の部下になるんじゃないかってちょっと期待してしまったじゃないか。くそー。なんてこっただよ。苦労したのにね、いろんなものを使って、もうスナイパーまで持ち作って、わざわざクワイエットと打ち合いまでしてやっと制したというのに。ああ、帰ってきたよ。マザーベースだろ？もうすぐ着くだろ。うん、やっと帰ってこれたね。でもミラー怒ってましたね。絶対受けれないとか、その命令だけは聞けないとか、もう連れて帰って殺すだけやって言ってましたね。恐ろしい。やっと帰ってこれたかな。あ、なに？機影を確認しました。後方 0.4 マイルを維持。追尾されてます。マジかよ。マザーベースの位置を知らせるな。了解、回避します。まさか来るとはね。おお、なんだなんだ、まさかあのスナイパーなの。まずい、ミサイルじゃないか。ミサイル、あれよくわかんないけど、うわ危ない。撃ち落とさないといけないのかな。逃げてった、それともやっぱりもう一戦来る。来たー。ちょっとなんか武装ないのこっち。武装は LGM です。まずいな。仕方ない、ついに浮き網の。ああ、あれちょっと、あ、しまった、大変大変、早く撃たなきゃ。よし、ああまた、まずいまずい。何、あれ、あれ、あれ、なんでいるの。え、え、どういうこと、なんで、なんでいきなり味方になってくれたってこと。やったぜまさかね、こういうことが起こるんだね。いやー嬉しいね、なんかこう味方になってくれたような気分だわ。美味しいね、なんかこう戦いを通してなんか分かり合えたのかもしれない。当たれ当たれ当たれ。これ受け身操作しないですからね、あのムービーシーンなんで。ほらスネークちゃんと当てなきゃ。まさか当てるのか、この距離から。まさかパイロットだけをやったとか。すごい当ててる。すごい美人な上になんてスナイパー出てた。これそうですよ、なんか天は二物も三物も与えたような感じですよね。顔よし、スタイルよし、腕よしってどういうことだ。しかしそのちょっと目のやり場困るんでね、あの本当に格好をちょっともうちょっとなんかおとなしい格好にしてもらえますかね。ありがとう。ん、手錠、あーさっき手錠かけたもんね。あれ、え、なんで、なんで手錠また自分でかけちゃったの。とりあえず従ってくれるってことなのかな。いやー釣り糸は切られてなかった。うん、最高だね。
いやー、気分よく終われそうです。マザーベースに帰ってきた後どうなるかちょっと怖いですけどね。あ、どうした？いよいよ着くけど、あれは誰だ？なんだこっちも。狙ってる。誰だこいつら。なんだ、なぜだ、なんでマザーベースのみんなが。誰だあれ。ダメだ、その女は受け入れられない。ミラー、そこまでやるのか。もうなんかミラー復讐期にとらわれてるというかね。こんな露骨なことするのかあいつは。おい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 、何すんの何すんの。おい、借りたかっただけだ。撃て。欲望に入れろ。ボス。目を離せな。よし、連れて行け。どうした？早くしろ。取り返しのつかないことになるぞ。あの女は。そうだ、彼女はこの場所を知った。いずれにしろいつかは殺すことになる。だがまだだ、今じゃない。その時は俺がやる。いやー、息を呑むような展開でしたね。あんたが回収した狙撃手クワイエットでは、はい、毒棒は医療プラットフォームに用意した、はい、医療班が彼女の能力を調べている。い、何か分かったらまた知らせる。分かった。それからボス、よしよし、ミラーの件は任せろ。クワイエットから何か情報を得ることができれば納得するはずだ。よしよしよし。
よしよし。いやでもしかしお前なんで DD、 お前なんであのクワイエットへ守ったりしたんだ。まったくやっぱりあれか、美人に弱いってことか、反省してるってことか。よし偉いな、ちゃんと今度はね俺の指示に従うんだぞ。分かってるか、なんでそっち向くんだよ。分かったか。うん、そうだな。よし、じゃあ今日はこのぐらいにするか。じゃあね、おやすみなさい皆さん。はい、 DD と一緒にね、このタマと一緒に寝ましょう。はい、じゃあ皆さんおやすみなさーい。